アドルフ・ギズバート・マランは、南アフリカ共和国生まれのイギリス空軍の軍人、エース・パイロット。RAF 認識番号37,604。セーラー・マランの愛称で呼ばれた。1910年3月24日に、南アフリカのウェリントンで生まれる。1924年2月、ユニオン・キャッスル蒸気船会社の幹部候補生として、ジェネラル・ボーサで3年働き。 ジュニアデッキオフィサーに昇進する。1935年末にイギリス空軍のショートサービスコミッションに参加、1936年からイギリスで訓練を受ける。セーラーの愛称はこの経歴に由来する。1936年にイギリス空軍に入隊、第74飛行隊に配属され、1939年3月に大尉に任命される。 1940年5月にダンケルクで最初の戦闘を経験する。その後5機撃墜の功績により空軍十字章を受章。7月28日の戦闘ではベルナー・メルダースと当たり合い、彼の上機を撃破。このためメルダースは負傷し、約1ヶ月間戦線を離脱した。最終撃墜数は27機共同撃墜7機 不確実撃墜3機、撃破16機である。ヒュー・ダウディングはマランについて次のように語っている。私は彼という人材を戦闘機軍団の得がたい宝の一つと思っていた。単に自分の撃墜記録にのみ固執するパイロットではなく常に飛行隊全体のためを思い自分のもとで戦う若い部下達の生命の安全を第一に考えているパイロットである。 最終階級は大佐で第二次世界大戦終結後南アフリカに帰国1963年に逝去した。マランの唱えた空戦の十足はイギリス空軍の核部隊に配布された。敵の白目が見えるまで待て。確実に敵を視界に捉えたならば1から2秒間の短い射撃を行え。射撃の間は何も考えるな。体を引き締め。 両手で操縦管を握り、照準に集中せよ。常に警戒を怠るな。高度は戦闘の主導権を握る。常に旋回し、攻撃のために生体すること。即断せよ。君の戦術がベストでなくとも、即時行動に移るべし。戦闘空域で30秒以上水平飛行をするな。対地攻撃を行う際は、上空援護のために両機を必ず残しておくこと。 空戦においては、先制攻撃、積極果敢、規律チームワークが重要である。素早く突っ込み強烈なパンチ、そして逃げろ。ありがとうございます。